火線物語を読んでからずっと気になってたことがあるんだ。五火線の物語ってもう一人黒主ってやつがいただろ。でも五火線の物語はそいつが一切出てない状態で終わったってことだよな。まさか君は気づいてなかったの。おい銀遊野郎、笑いすぎだぞ。オイラが何に気づいてないって言うんだ。パイモン、実は今までの4つの詩に黒主の物語はすでに含まれていたんだ。え、そうなのか。この物語の要は墨染めが歌集を洗うのを見た後、葵の翁が読んだ歌にあるんだよ。少女が小川で赤人の歌集を洗うシーンは普通の人からしたら全くわけのわからない光景さ。それは葵の翁にとっても同じことで、彼は墨染めの行動を理解できなかった。その情景を見てもただ昔の友人を思い出しただけ。でも赤人を陥れた犯人からすれば話は違ってくるだろ。彼だけは不安を感じていた。もしもこの歌が将軍の目に触れれば赤人盗作事件の真相がバレてしまうかもしれない。そうなったら身の破滅だからね。だから彼は葵の翁を脅して歌を破り捨てるっていう強硬手段に出たのさ。じゃあ葵の翁を脅したやつが赤人を陥れた犯人なのか。うえ、そいつが黒主だって。そう、この詩集は4編しかないけどちゃんと五花線の物語について語っているんだ。詩に出てくる将軍はどう考えても河川じゃないし、残りの登場人物を考えたらこの正体不明の謎の人物しかいないだろ。お前たちに説明されてオイラもやっとわかったぞ。だけど僕は今別のことについて考えている。五花線の物語は僕たちの周囲で発生したことと多かれ少なかれ関係があっただろう。だったら現実においても黒主のような存在がいるんじゃないかな。現実の黒主？そういえばカズハがさっき何か思いついた様子だったけど。カズハ？確かにさっきからずっとだんまりだよな。カズハに聞いてみようぜ。カズハ、どうかしたのか？さっきからずっとこの真っ白な画布の前に立ってるけど、それに顔色も悪いみたいだぞ。すまない、これは僕たちの勝手な予測だけど、もしかして五花線物語が君に何か思い起こさせたかい？確かに先ほどいくつか思い当たる節があったが、拙者の家系にある古い話のことなのでござる。無論皆に話してもよいが、これ以上皆を煩わせたくはない。カズハ、オイラたちはお前の友達なんだ。迷惑なんてことないから気にするな。楓原さん、失礼ですが、そのことはもしかして雷電五花伝と関係することでしょうか？雷電五花伝？なんだそれ。どうやら拙者も綾香殿も同じことを考えていたようでござるな。これはシャブ行とも関係のあること。綾香殿、皆に話してもよいだろうか？ここにいらっしゃるのは皆さん信頼できる方々です。お話しするのは構いません。ですが説明が難しいことですので、まずは私から雷電五花伝についてお話ししましょう。皆さんも知っての通り、シャブ行は祭祀活動や文化の伝承を管理しています。その中においては稲妻の鍛造技法も重要なものとなっております。雷電五花伝とはかつて稲妻の最上位にあった5つの鍛造流派なのです。この5つの家系は刀鍛冶の名家でありながら
シャブ業においても重要な官職についていました。しかし残念ながら、ライデン五花殿において現在に至って受け継がれているのは雨の間流のみ。そして一神殿は技法は失われてしまったものの、その末裔はまだ存続しております。楓原家こそが一神流派の末裔なのです。和葉の家が身分の高い武家だっていうのは知ってたけど、まさかシャブ業や刀鍛冶とも関係してたなんてな。うむ、されど遥か昔のことに過ぎぬ。一神殿は拙者の曽祖父の代にはすでに没落していた。曽祖父の無為無策に祖父は不満を抱えていたようでござる。家業を再興させる方法を探るべく若い頃にテイワットを旅したそうだが、それも失敗に終わった。そして拙者の代には唯一残っていた屋敷までもがなくなってしまったのでござる。以前お兄様から聞いたことがございます。ライデン五花殿の没落はとても早く、わずか数十年のうちにそのうちの三家が数々の不幸に見舞われ、やがて完全に姿を消したそうです。このように言うものもございます。あれらの不幸はすべてライデン五花殿を断絶するために誰かが裏で操作していたのだと。とはいえライデン五花殿が完全に消失したというわけではありませんでしたので、このような意見も結局はただの噂とされました。うむ、拙者もずっとそのように思っていた。しかし拙者は曽祖父が若い頃に経験したある大事を知っているでござる。その一件は拙者たち楓原一族だけでなく、上里家のシャブ業における地位さえも揺るがしかねぬものであった。五花仙物語はまるであの一件の真相を暗示しているように思えたのでござる。カズハ、あの一件って当時何が起きたんだよ。あの一件の確証を得るためにはまだ詳しく調査する必要がある。明日の昼またここで落ち合うのはどうであろうか。その時拙者の知る全てをお主らに話そう。